ンズ赤星です。どうもサクサクミルクの赤崎です。はい、よろしくお願いいたします。はい、さあ今回なんと、マッチョ三宮店というお店で、神戸まで行ってまいりました。いや遠征行ったね。これ遠征でございます。今年一発目の超遠征は、JR 三宮駅、まあここから徒歩3分でして、はい、昔ね台風で沖縄から東京へ帰れなかった時に神戸経由したんだけども、はい、その時にたまたま空いてたこちらのお店で命を助けてもらった。いや個人的な理由。そうなんですよ。赤星の、はい、思い入れの強いお店だったんで行ってまいりました。助けたって、で基本的にはラーメンつけ混ぜそばカレー味の油そばなんですけど、はい、こちらですねラーメンの味を醤油塩徳島から選べるんです。はあ、徳島風ラーメン。そうなんですよ。でこれ後ほど解説していきますけども、はい、今回徳島味にしました、はい、野菜にんにく油揚げ粉全部マシマシで、でまあね生卵をつけてるんだけども、はい、味の選択とコールは食券出す時なんで、これだけは注意してください。あ、なるほど、先にね。そうそうそう、うん、後で言うとちょっとダメなんで。なるほど。というわけで、いっちゃいましょう。まずですね、そのスープから、はい、いっちゃいますけども、徳島というのはですね、すき焼き風にアレンジされた極甘スープなんです。あー、なるほど。めちゃくちゃ甘いっす、マジで。透き通ってるなと思ったけど、すき焼き風味で。すき焼き風、もう藤丸どころじゃないっす、甘みで言ったら。はいはいはい、まあ、すき焼きだからね、もうね。まあ、もう完全にそう。で、まあ、豚なんかもいきますけども、薄切りバラ肉。もうマジのすき焼きをこう食べてる感じ。あ、じゃあすき焼きの味が豚にもね染み込んで、ね、今回はマジでスープが主役なんで、で野菜も食べていきますけども、ほぼ 100% もうもやしです。はいはいはい、ほぼ 100% で、まあ、このみりんの効いたね甘いスープに浸すとめちゃくちゃ美味しいですよというのがまず一発目でございます。なるほど。まあ、東京のもやしと比べるとねかなり細いんで。あ、そうなんですか。これが関西やねんということですけども。そうだったの。いやなのかな。うん、見たことない細さでしたか。マジで。まあ、麺はねあのマッチョの名にふさわしい極太筋肉麺。おー、なるほど、なるほど。なのかな、筋肉麺。うん、オーション使用してるんでもちもち麺。このドアマイスープにも負けてませんね。ドアマイスープ、ドアマイスープ、マッチして、まあそう絡んでね、うん、まあ麺も負けてませんよ。なるほど、はい。そんなねすき焼き風と言われたらやっぱ生卵買っちゃいますよね。あ、出ました。ええー、ちょっとステッカーも添えてマシマシ、ステッカーちゃんとお店に渡してきました。あー、なるほど、はい。で生卵かき混ぜて麺を投入していけ、うわー、こりゃうまいわ。まさしくすき焼き、うん、まさしくすき焼き好きの方にはいっぺん食べてほしい、うん、すき焼きだね、もう完全にね。いや、まあそうね。さらにですよ、さらに卵にねこうスープ投入しちゃうんですよ、ね、あーいいね、もはやね。でこの後まあ何を食っていくのかと、はい、いうことは麺か、麺ですわ。麺じゃない。まあまあすき焼きでもうどんとか入ってるからね。あ、まあまあそうね。締めとかにもよく食べるよ ね、 ね、確かに、それの二郎風ということでね。ああ、すごい興味あるな。徳島ラーメンをまずちゃんと食べてみたくなったよということで、初徳島ラーメンが、初徳島こちら二郎系ということ で、うん、で豚これね、これにつけて食べたら、はい、本当にただすき焼きを食べてる時間だからずっと言いますけども、一人で、すごいね。でまあ、ニンニクはこう頂上に乗ってるタイプなんで、うん、これもかき混ぜでちょっと味変をしていきますね。いや、甘いスープにニンニクって一体どうなんでしょうか。確かにね、気になりますよね、はい、その答えはこちら、ね、辛さとそれからスープの甘さに魚粉の香りも入ってるんで、うん、味わったことのないジャンク感。いやいや、答えになってなかったよ。本当、味わったことない、味わったことないジャンク感、味わい、それがこちらなんですね、うん、残念なことにね卓上胡椒ないんですよ。なるほど、そこは残念なんですけど、うん、まあ、ただねちょっとこうあの辛さ欲しいなと思った方はめっちゃ唐辛子が、ね、うん、あるんで、あの卓上に、はいはいはい、そちらで調整してもいいのか、まあこのお店ならではの、ええ、うん、ただもう本当に爆甘なんで、本当にシャレにならない甘さなんで、あの苦手な人は本当にもしかしたら苦手かもしれない。僕はこの甘さ大好きだったんで。なるほどね、甘辛い醤油、まあそうね、普段の二郎系とは違って、まあ、新鮮な味わいというか、そうですね、まあ、肉じゃがの甘さに麺入ってるくらい甘い、まあ、すき焼きで多分伝わると思うから、うん、すき焼きで伝わると思う、うん、いや、たとえのわざ、うん、別の料理でわざわざ例えなくてもすき焼きの甘さみんな知ってるから。いや、まあ肉じゃがにこう白滝が入ってたりして、うん、すき焼きも入ってるよ、入ってるか、うん、すき焼きでよかったと思う、うん、まあね、そんな、自家製太麺ドカ盛りマッチョ三宮店という長い店名でございます。なるほど、はいはいはい、あの実はあのこれ神戸だけども、うん、大阪市内にも実はあるんです。あー、なるほど、難波の方に何店舗か、はい、いやー、ということであの時の命の恩人再放できましたよ。いやいや、そんな命の危機だったの。いや本当にね、もう憔悴しきって、うん、水を飲むのも、うん、
もうめんどくさいような、じゃあラーメンもっと食えねえ、ありがたいマッチョ本当に。で皆さんもね、倒れそうになったらマッチョ結構夜まで空いてますね。いやあんまないよなかなかそういうこと、本当にぜひ行ってみてください、はい、美味しかったです。ごっさんとくえい、you